お弁当ですか。そう。奥さん帰ってきたんですね。そう。あ、じゃあお子さんも生まれた。おめでとうございます。先月の22日。あ、結構前、うん、女の子。あ、女の子か。うん、女の子可愛いだろうな。可愛いよ。あ、女の子可愛いでしょ。可愛い。男の子よりね、女の子の方が可愛いなんてね。そうなのかな。可愛いよ。でも、そういう意味じゃないですよ。いや、女の子可愛いってそういう意味じゃないですよ。うん、それそうだ。いや、違うんです、本当に違うんですよ。じゃ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 、本当に違うんですよ。本当に違うんですよ。怖えわ。何やってんだろう。でも、本当に違うから。こういう普通に可愛いって言ってくれたんだろ。そうです。うん、ありがとう、可愛いよ。目に入れても痛くないです。俺が言うんだよ、それ。なんでお前目入れちゃうんだよ。普通に可愛いんだろ。うん、可愛い可愛い。自分の子供だったら誰でも可愛いですもんね。なんだよそれ。普通に可愛いからね、誰が見ても可愛いって言うと思うよ。じゃあ奥さんに似たんすね。どういうことだよ。俺がなーりってか。はい。いや、奥さん綺麗な方なんで。そういうことかよ。はい、ありがとう。まあまあ、確かに、はい、目元とかは妻に似てるかな。あ、おめでとうございます、うん、はい。じゃあ、バッチリ二人で。そうか。おめでとうございます、うん、はい、おめでとうございます、はい、口元もね、妻に似てるかもしれない、はい、おめでとうございます、うん、じゃあ、ピンクのルージュをね塗らないだろ、お前口元塗らないだろ、気持ち悪いだろ。そうだろ、赤ちゃんですもんね。そうだよ、はい、鼻はね、俺に似てんだよ。鼻は俺に似てんだよ。女の子ですよね。うん、苦労すんだろうな。苦労すんだろうなってなんだよ。目とか鼻とか目、まあ、口とかね、化粧でなんとか。鼻はな、整形するしかねえか。赤ちゃん整形すんのか。あ、聞こえてました。聞こえてるよ、赤ちゃん整形すんの。お前ちっちゃくてお前やりづらいだろ。はい、赤ちゃん。何の話。気持ち悪いけどさ。赤ちゃん整形するのダメだろ。可愛いって言ってくれたんだろ、まあ、自分の子供だったら誰でも。いやいや、お前舐めてるよな。うん、写真見る。あるんですか。あるよ。あ、見せてください。ねえ、いや、いいっすよ。なんで。いや、いいっすよ。何、いいっすよ。あ、これ、タカさんの画像じゃないっすか。なわけねえだろ。うわ、これ、タカさんの画像。お前、俺、自分の写真見せんのか、子供生まれたって。頭おかしいだろ、それ。あ、まあ、確かに裸のタカの。なんで裸の高野って。なんで裸の高野って。あ、そうか、そうか。わー、似てんな、確かに。似てるとか一緒だな、もう。鼻なんかすごいですね、鼻。あー、これはもうそうですね。言い訳できないもんな。可愛いだろ。あ、いやいや、これ可愛いって言ったら高野さん可愛いって感じ。ならねえよ。俺ゲイじゃないんで、それは言えないですけど。ならないよ、はい。可愛いだろ。いやいや、これは可愛いとは言えないです。いや、可愛いって。そんな自分のこと可愛いと思ってる。思ってねえけど、はい、赤ちゃんだから、はい。俺じゃないから。ちょっと可愛いでしょ。これ、これってなんだよ、おめえさっきから。これ、これ、物みてえによって。名前ちゃんとあんだよ。いや、聞いてねえよ。どうしたんだよ。どうしたんだよ。名前言ってなかったか。はい、聞いてねえ。花っていうの。鼻似てるから。殺すぞ、お前。娘、鼻似てるからって娘に鼻つけちゃった。鼻ってつけんのか、お前、自分の娘に。いや、普通つけないですよね。うん、芥川か、お前。鼻毛つけねえよ。そうだね。あ、もう鼻毛つけたんですよね。ちげえよ。え、フラワーの方の鼻だよ、お前。ごめんなさい、ごめんなさい。分かれよ。鷹の花ってことか。ね、鷹の花みたいな、こうなんか強くて人気のある人になってほしいみたいな。なんか変な角度からキラキラネーム来たみたいな感じ。やばいじゃん。鷹の花じゃん。鷹の花。すごいじゃん。花いじめられちゃうよ。いじめられないですよ。平成の大横綱ですよ。横綱死ねえだよ。ね、あ、女横綱か。やめろって、ね、お前。鷹の花でしょ。鷹の花。鷹の花でしょ。鷹の花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 だ、ほら。ねえ、奥さん痛みに耐えてよく頑張ったんですね。殺すぞ、お前。感動しました。ね、感動しました。やめろよ、お前。ね、鬼の形相で生まれてきたんですかね。やめろってんだよ、人を屈の戦士でとつきとか頑張ったんですかね。何言ってんの、本当に。あ、鷹の花好きなんですね。あ、え、先月の22日って言ってませんでした。そこもかかってんですね。何だよ。高野花の優勝回数22回でしょ。かけねえよ。仕込んだの6月5日。仕込んだってなんだよ。ね、仕込んだの6月5日。6月5日なんだよ。65代横綱高野花でしょ。かけないよ。え、かけないで、好きじゃないのにそんな高野花なんてつけるわけないじゃないですかね。別に好きじゃねえよ。え、
嫌いなのに娘に高野花ってつけたんですか？嫌いでもねえよ。え？じゃあ好きなんだ。ほら普通だよ。好きなんだ。じゃあお兄ちゃんできたらマサルってつけます。お兄ちゃんできるってなんだよ。お兄ちゃんできることはないだろ。ほらに上でマサルって読めないですよね。読めねえよ。つけねえよ。だからおかみさんの旧姓なんでしょ？おかみさんってなんだよ。親方の奥さん。親方って呼んでなかったろ。高野花さんのお父さんは親方。親方って、このちゃんこを作ったちゃんこって言うなよ。奥さんのそのおかみさんの旧姓なんでしたっけ？旧姓？はい、藤田だよ。完璧じゃないですか。完璧じゃないですか。おかみさんの旧姓藤田、完璧ですね。ね、帰ったらね、ちゃんこ食うんですかね。ちゃんこって言うなっつってんの。ちゃんこできてるよっつって。ね、ね、あれ、そうだ、人の名前もね。あきこ。そこのりこじゃないんか。調子乗んなよ、お前さっきから。のりこは俺の母さんだよ。